はい、どうもこんにちは、ミカスです。今日は電子タバコなんですけど、ベポライザーでございます。前回ね、フェニックスミニっていうちょっと立派ないかつめなやつを紹介したんですけど、今日紹介する商品はですね、フェニックスでございます。ミニじゃなくフェニックス。これがまたね、まあ、ベポライザーはね、ベポライザーファンの方がねいらっしゃると思うんですけど、これまたちょっと気になる商品なんじゃないかと思います。早速中身を確認してみましょう。さあ、では、中身をまずは確認してみましょう。こんにちは。説明書ですね。そして、本体とこういった感じですね。すごくでかいですね。手のひらサイズっていう感じです。もうちょっとちっちゃめのモバイルバッテリーぐらいの大きさはあります。はい。で、付属品の方が、はい、こんな感じになってます。まあ、クリーニングのね、ブラシにピンセットね、これ、まあ、シャグをつまむためのピンセット、はい、それから耳かきのような耳かきのような、こうえぐるっていうかね、掘り出すっていうかね、まあ掃除したりするのに使うやつで、網と予備のパッキンで、これがですね、まあベポライザーなんで、まあ、ちょっと後でやるんですけど、中にこれをセットするわけですね。それと USB のケーブルです。はい、じゃあ本体の方を見ていこうと思うんですけども、まず、大きさなんですけど、結構な大きさがあります。結構な大きさがあります。アイコスと比べてみるとこんな感じです。まあ、ちょうどアイコスと同じぐらい、まあ一回り大きい感じです。厚みもあるしね。でもね、例えば重さはアイコスと比べるとちょっと軽いような感じですね。一周見ていくとね、こっちがちょっと分厚くて、でこっちがちょっと細いんですけど、ここにまあ電源ボタンがあると。これを5回押しすると電源が入るわけですね。で、裏を見ると、USB の充電口と、あと充電の LED、 それから、空気の通り道が開いてますね。で、上を見るとですよ、これね、なんかこうアンテナみたいなねアンテナみたいなものがついてるんですけど、これね、吸い口なんです。吸い口、まあ、ちょっとこう回転させることもね、好きな方向に向けることもできるんですけど、ここから煙が出てくるんですね。面白い形してますよね。ストローみたい。はい。で、ここね、この部分、実はここ外れるようになってます。で、このマグネットでくっついてるんですよ、パコッと。で、外すと、まあ、まずこういう風にね、ここにパッキン付きの網がついてるわけなんですけど、これを付属のね、交換用のパッキンと網がついてきますんで、まあ、汚れてきたり傷んだりすれば、ここを変えてあげればいいと。はい。で、コンベクション方式になってます。直接この中で葉っぱとかをね、シャグとかを温めるっていうよりも、温められた空気が送り込まれてきて、まあ、下から入ってね、温められて、その熱い空気が流れることで、まあ、蒸すというかね、そういう構造になってます。これがね、味的には一番その雑味がない味が出るんで、まあ、個人的にはコンベクションタイプものすごく好きなんですけど、まあ、そういう構造になってます。さあ、そしてこちら、まあ、付属してきた筒状のものなんですけど、ここにまあオイル入れたりとかね、そういう風になってますね。ちょっとまずはね、シャグを入れてみようと思うんですけども、まあ、ベポライザーはね、そのシャグをどのぐらい入れるかとか、そういう部分で味っていうのが結構変わってくるんで、これはこのぐらい入れましょうっていうのはなくて、完全に好みですね。自分でどのぐらいの量をどんな風に入れるかで、いろいろ試しながら、楽しむのがいいんじゃないでしょうか。自分はね、結構ギュッと入れます。はい。で、シャグを入れたら、まあ蓋をするわけなんですけど、これね、ここにも網がついてるわけなんで、まあ、葉っぱが出てくる、飛び出してくる心配もないといった感じですね。はい。で、蓋をして吸い口をくっつけて、で電源を入れます。はい。今青く光ってるんですけども、実は温度調整機能も4段階ついてますんで、まあ、その温度によってね、味がだいぶ変わってくるんで、それもまあ個人のね、好みになりますんで、吸いながら、どんな温度がいいのか、探してみるっていうのもまたこれ楽しみの一つなんですよね。じゃあ吸ってみます。うん、優しい味だな。自分はですね、この赤ね、赤が好きですね。
まあ、詰めるシャグとか葉っぱの量にもよると思うし、ギュッてやるそのギュッ具合にもよると思うんですけど、それによってドローも変わってくるし、まあその好みの味に調整しやすいのが、まあ、ベポライザーなんじゃないかと。コンベクションタイプで温度設定もできて、でそれでいながらやっぱり、まあ、ベポライザーなんで、そのシャグを詰めるとかね、アイコスの葉っぱを刺すとかね、そういう楽しみ方ができるっていうのが、なんかこうね、いつも言うんですけど、キセルじゃないんですけど、なんかこう道具を使ってるっていう感じがすごく出るんじゃないでしょうか。まあ今ね、ベイプがあったり、アイコス互換器があったり、こういうベポライザーがあったりするんですけど、もう俺はベポライザーだっていう人が結構多いんですよね。なんかこのシャグを詰めたりする、そういうのもちょっと楽しいみたいなね。そうこうしてる間に今ちょっとね、赤が点滅したんで、もうそろそろ終わりなんですけど、さあでは吸い終わりましたんで、吸い終わったシャグをちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じでございます。焦げてるっていう感じじゃなくて、こうまんべんなくいい感じにこう熱が加わってるなっていうね、それがコンベクションタイプのね、いいところなんじゃないでしょうか。さあ今はね、シャグを入れて吸ったわけなんですけど、例えばですよ、アイコスね、アイコスのこのヒートスティック、これの、まあ、葉っぱ詰まってるじゃないですか、これをね入れる。まあね、量の方はね、お好みにもちろんなるんですけど、とりあえず3分の1ぐらい入れまして、で、まあ、蓋をするわけですね。そうすると、まあ、アイコスも3分の1のコストで吸えちゃうんですよね。そういうのができるのが、まあ、ベポライザーの醍醐味というかね。はい。で、今、まあ、アイコスの葉っぱをばらして入れたわけなんですけど、この吸い口を外します。このドリップチップ、これつけます。そうすると、例えばね、このシーベイパーなんてお持ちの方であれば、これね、このドリップチップ吸い口取るわけですよ。でここにつなげられるんですよね。はい、まあ、こういうことなんですよ。でこれ何がしたいかっていうと、アイコスのフィルターとかをね、こうつけるわけです。ベポライザーっていいですね。はい、まあだから当然のように、その例えばアイコス互換器のように、温度調整によってアイコスの味も変えられると。おまけにコンベクションでアイコスが吸える。あ、うまい。キック感がやっぱりね、これすごくキック感強いですね。でアイコス吸ってるとは思えない味になります。もちろんね、好みがあると思うんですけど、アイコスとアイコス互換器で味ってまた違うんですけど、それとはまた違った味がするんですよ。まあ何しろ、まあこの商品の特徴は、シャグが使える。普通のタバコばらしたり、アイコスばらしたりしても使える。で、もちろんベポライザーなんで、コストがね、その葉っぱのコストが非常に安く済む。で、コンベクション方式なんで、まあこの中も汚れづらいし、掃除もしやすい。で、こういうね、ちょっと離れ技というかね、フィルター付きでアイコスもコンベクション方式で吸うことができると。まあだからですね、これから、ね、タバコ、本物のタバコから電子タバコに切り替えようってね、思われてる方で、やっぱり一番最初に目に飛び込んでくるのはアイコスとかグローとかだったりすると思うんですけど、手軽さっていう部分ではね、もちろんそういうアイコスグローには及ばないんですけど、味を変えられるっていうことと、でこれからまたタバコ増税でね、これが高くなっていくわけなんですけど、コストも非常に抑えて吸うことができると。だからその手間を楽しみの一つとして楽しめる人だったりとか、あとはその出先でシャグ入れるのめんどくさい、じゃあ家ではこれ使おうとかね、いろんなあの使い道は想定できるんじゃないかと思います。もうね、アイコスが甘い。これがやっぱりね、ベポライザーでアイコスするのが一番甘い味がしますね。まあ、ほんと雑味がないんで、で焦げてもないんで、煙が出てくるっていうこともなくね、まあ、これからその、電子タバコをご検討されるっていう方のね、一つの選択肢になるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日紹介しましたのはベポライザーのフェニックスでした。以上です。じゃあいいね。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。